ノーマイカー通勤を始めて約1ヶ月が過ぎた家から職場までの距離は4キロ超で路線バスを利用している最寄りの停留所のダイヤは大概頭に入った20年以上ほぼ自家用車で出勤していたのでバス通は新鮮だ降りる際に慌てて小銭を探し 周りの目がが気になった経験がある今や運賃支払い時に IC カードを使えばそんな心配はほぼいらない高齢者を含む多くが読み取り機にカードをかざしピッの音だけで上行する未経験の当方はその様子を横目でちらちら見て覚えた山形市は市職員に対し ノーーマイカー通勤を進めている。公共交通機関の利用を促すことで環境に優しく渋滞緩和にもつながる駅やバス停まで歩けば健康にもいいマイカー通勤に比べ時間がかかるとの声もありそうだが担当者は歩く機会が増え気分転換になる。 4月を目の前に緊張感いっぱいの人も多いはず若葉マークの車を見かける機会が増えた運転もそうだが新生活に慣れるまでは時間がかかる些細な発見で前向きにもなれる個人的にはマイカーの運転席から見えなかった景色が毎日の足取りを軽くさせている